サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロです。どうも、リキャダンとベッドと、文字担当、キマトウです。今日はですね、受験生の、これだけは NG ってことでのお話をしていきたいと思います。はい。まあ、あと残りね、もう3週間もないぐらいですけどね。そうですね。これだけはやんなよっていうのをね、うん、ね弁当はね、今日ちょっと尖ってる日なんですけど、こんな青い服着てんのにな。ね、本当に。大前提ですね、1日あたりの勉強時間2時間以上減少、これ絶対ダメです。さあ、共通テストからってことよね。そうやな。うん。共通テストはね、もうバリバリ勉強で、7科目か、7教科あるんですけれども、まあ、2時間以上減少してしまうやつが、まあ、多すぎると。うん、まあ、二次試験ってやっぱり科目数が2とか3なので、そういう分勉強時間が減っちまうっていう可能性があって、まあ、僕はちょっと4時間ぐらい減少してたんですけど、うん、まあ、そんな僕みたいにならないようにですね、2時間以上減少するのはやめてほしいということでございます。はい。あともうこれも大前提で言っちゃおうか。そうですね。国語ばっかりやっている人、これ国語ってさ、なんでかって言ったら伸びにくい。そうですね。今から正直国語バーンって上げるとか絶対無理なんよ、うんうんうん、まあ、絶対という言葉はあれやけど、うんうんうん、ほとんど伸びない。 99.9% 国語っていうのは今からバーンって伸びることはないから、うんうん、ただもう癖とかっていうのは直したりできるから、うん、テクニカル的な部分は直したりすんねんけども、うんうんうん、今から根本のめっちゃ早く読めるようになりますか、うんうん、なりませんみたいなことはあるから、ね、国語ばっかりやってる人っていうのはね、うんうん、弁当もうバッツしないですか。あ、バッツしましょう。これはもう、うん、これはもうバッツです、ね、うん、絶対ダメですから、うん、国語ばっかりやってる人、まあ今の国語の学力を最大化させることってのはできるんですよ、うん、要は自分の持ち前の国語力っていうのを一番点数高いようにするためにはどうしたらいいかっていう形で、うん、まあ、その試験慣れをするってことは重要なので試験慣れをしてください。ただ、うん、根本の読解力とかその語彙力ってのは増えないよってことは認識しておいてください。そうやね、まあ、英数国理社で一番国語を勉強するのは良くないよってことですね。あ、そうですね。まあ、国語だけとかやったらね、国語やってもらったらいいんですけども、うん、そうですね、っていう感じです。まあ、国語の勉強時間ゼロも良くないですけど試験慣れはしないといけます、うん、でそれから新しいかける太い参考書、これもダメですね、うん、もう間に合うかって感じなんで。そうやね、例えば今から何やろ、英文読解の透視図をやるとかね、一からやるとかさ今からじゃあキチャート買ってきますとかさ、うん、でも許されへん許されへん、うん、現代文と格闘するとか買ってきたらぶん殴りますあれでなボンってな絶対ダメですね。じゃあ行きましょう。英語からね、はい、添削をしてもらわないやつということで、はい、さっきまで人やったのにで弁当の気分が荒かったんかなやつになってますけども、ダメですねこれはもう、うん、てか添削っていうのは絶対大事になっていて、基本的に学校の先生、まあ、98% ぐらいの先生は喜んで添削をしてくれます、うん、基本ともね結構あの添削をしてもらったんですけども、うんうんうん、だから添削をしてもらったやつと添削をしてもらった教科分野と添削をしてもらわなかった分野、全然伸びが違ったんですね、うんうんうん、添削してもらったらグググって上がっていったんですよ、うんうん、だからやっぱり添削をどの教科も英数国、まあ、理科社会も記述があるなら絶対にしてもらった方がいいです。これで自分の癖であったりとか弱みっていうのを分析することできるんで、うん、絶対に添削っていうのはしてもらってください、はい、で次ですね、和訳とにらめっこしすぎなやつっていうことで、うん、やっぱりよくありがちなのがその長文結構むずいんですよ、うん、でその難しい長文を、まあ、単語も全然わかりませんと、構文もわかりません、文法もわかりません、うん、全然読めねえぜっていう状態で和訳とにらめっこして、あ、この文章はここに対応しとって、あ、じゃあこの文章はこういう和訳やから、じゃあ問題に移ろう、問い1の答えは、あ、和訳を見る限りこういう答えやなってなって、なんか理解したつもりになる人が多いんですよ、うん、なんですけどやっぱ和訳って結局なんやろな、あのもう最終確認みたいなところがあるんで、その長文が全然わかんなくて和訳見ないと全然ちゃんちゃら無理だぜっていう人って構文解釈とか英単語文法がそもそもできてないっていう人が多いんですよ、うん、なのでもう長文に移るのは大事なんですけど、長文と並行して単語とか構文解釈とか文法をもう並行した方が効率がいいってことも全然あるんですよね。そうやね、うん、なんかまとめると要するにこれっていうのはずっと塾の設定もんのよ、何見てんねんってずっと和訳とこうしてる子っていうのはこれはつもり勉強です。そうやな、勉強してる風勉強、うん、だからもうこんなあの勉強時間に入れてほしくない正直。そうやな、つもり勉強なんよ。じゃあ何をしたらいいかっていうと、さっき弁当も言ったけども、うん、この和訳ができないっていうことは英文解釈ができていないか単語ができていないかどっちかですよ、うん、だから英文解釈もっと分けると、うん、英文法であったりとか、うん、まあ英文解釈上にいろいろ書いてあるけどね、慣用句が分かってないとかいろいろ理由があったりするんで、自分の苦手何が足りひんのかっていうのを細分化してください、うん、いちいち、うんうんうん、細分化をして、例えば英文解釈が苦手なやったら英文解釈、新しい単語書買ったらあかんで、うん、で戻ってやるとか、うんうん、例えば英単語弱かったらね、速読英単語ちょっと新しくあの、まあ、買わなくていいですけども、うんうんうん、今持ってる単語帳でもう一回単語覚え直すとかね、うん、やってもらったらいいかなというふうに思います。そうですね、構文解釈に関してはあのただ呼びの寺島先生のインテンシブリーディングっていうのが結構あのおすすめでございます、うん、で英文法に関しては僕が一応1個英文法ドカーンとあの30分40分ぐらいでねまとめてる動画がありますんで、そちらちょっと見ていただければ多少はマシになるかなと思います。はい、で数学です。数学難しすぎる問題ばっかりある。さっき あの和訳全然長文が読めないのにやるっていうのと結構共通してるんですけど、難しすぎる問題ばっかりやっててもちょっとあのジャストミートしないというか、自分の能力を上げる
心理学でもあるんですよ。なんか発達の最近接領域みたいなっていうのがあって、あの発達の最近接領、まあ、だからここを伸ばせばいいのに、この上を伸ばそうとしすぎるあまり逆に伸びないみたいなことがあるんですよ、うん、だから赤ちゃんに立たせ方を教えてもいいんですけど、走らせ方を教えても、まあ、全然発達しませんよみたいなところがあって、うん、難しすぎる問題ばっかりやっててもなかなか伸びないです。なので例えばそうチャートのコンパスマーク5の問題をバーやってる人が全然できないなってなったら、もうコンパスマーク3に落とすとか2に落とすとか、まあ、4でもいいですけど落とすっていうのは重要です。でそれから問題集を1から丁寧にやってるだけのやつ、まあ、これもちょっと、うん、怒り込めてますけど、うん、結構多いんですよ。あの問題集ってもう基礎ができた人が応用としてやるものなので、まあ、もちろんそのアウトプットとして問題集をやるのは重要なんですけど、時には教科書に戻るとか参考書に戻るとか YouTube で該当単元の授業動画を見るとかっていうインプットをやんないとなかなかアウトプットの質も低くなってくるんですよ。なので、まあ、あと問題集が、まあ、今の時期なので全部やるのが間に合わないっていう人は偶数番号だけやるとか、うん、でも全然大丈夫です。じゃあ奇数番号の問題が解けなくなるじゃないかよって思うかもしれないですけど、基礎学力としてその該当単元の問題をなんとなく半分解けているだけで、奇数問題、まあ、解いてませんけど思いつけたりするわけなので、あとアスタリスクマークがついてるやつだけやるとか必修って書いてるやつだけやるとか、そういう、まあ、取捨選択というのがね重要になっています。はい、じゃあ国語行きましょう。国語も絶対検索をしてもらってください、うん、これもさっきと英語と一緒なんで深掘りはしないですけどもやってください、うん、でこれがもうダメ自己流の採点する人、うん、ダメ。もう手形でお前のあの特定されました住所がね、はい、住所特定されました。これなんであかんかって言ったら、うん、まあ塾の生徒とかでもんねんけども、はい、先生採点もしてきましたって、お偉いやんってなんねんけどもえこれ全然ちゃうよ、これ罰やでみたいなとか全然あったりすんねんやんか、うん、だから正直俺らは別にプロじゃないし、正直国語の専門の現代文専門古文漢文専門の先生じゃないと採点っていうのは正しくできないんで、うん、絶対にこれも採点をしてもらってくださいっていうのが言いたいです、うんうん、あとはさっきもこれ言った通り国語ばっかり勉強するのは良くないよっていう話になってきます、うん、そうですね。じゃあ次もう理科社会、まとめていきましょう、うん、インプットが極端に少ない、まあ、さっきも言ってましたけれども、うん、難しすぎる問題でアウトプットバーやってても、まあ、なかなかね伸びない、うん、もうそのやれることは試験慣れと制限時間内に最大化、自分の能力を最大化させることぐらいしかできないので、理科社会ってそんな時間がめっちゃ間に合わないとかあんまりないので、うん、演習ももちろん大事、全然理論科学とかあの物理の力学とか有機化学とかだったらもう応用問題絶対あるし、日本史のその資料読解問題とかもあると思うから、そういうのは絶対アウトプットの方を重視してほしいんですけど、まあ知識は結構重要ですけどね理科社会って、うん、なのでアウトプットばっかりじゃなくてインプットも結構やっていかないといけないよっていうことを。そうやね、うん、結構あんのが例えば半大とかってあの世界史の記述が出たりするんだけども、記述ばっかりやってても、うん、まあ、その記述の力、国語力っていうのは伸びたりすんねんけども、うんうんうん、そこで別に世界史の知識って別に過去問と同じで出てくるわけないやんか、うんうんうん、そこで社会としての能力は増えないよね、うんうん、なんかちゃんとインプットもしてねっていうことは言いたいですね、うん、まあ理科も同じしかりってことでね。そうやな、うん、っていう感じで今日はね受験生これだけは NG ということでお話しさせていただきました、はい、ね、この中に当てはまってる項目があったら、うん、まあ、ちょっとね気をつけていただいて、まあでもこの項目さえ消していけば結構皆さんのね合格率も高まってくると思いますので、うん、心配せずに、自分のね勉強を信じて頑張ってやってください。最後言っておくけど、あの、うん、さっきも言ったけど基本的には過去問やって、うん、苦手分野を参考書に戻って、うん、これさえやってもらえれば二次試験大丈夫なんで、うん、しっかりねやってもらえればいいなというふうに思います。じゃあ終わりましょう。バイバーイ。